荒川博は東京都台東区浅草出身のプロ野球選手、コーチ、監督、解説者。現役引退後、巨人コーチとして、大佐田春に一本足打法を指導した人物として知られている。実家は八百屋、早稲田実業ではエースとして活躍。1948年には春の選抜へ出場、一回戦で、 神戸二中の河野博士と投げ合うが1から2で赤敗し、夏の甲子園と予選では準決勝で、明治校に完封負けを喫した。1949年に、早稲田大学小学部へ進学し、東京六大学野球リーグでは在学中に5度の優勝を経験。リーグ通算81試合に出場し、289、打数81安打、打率。 280.1本類が40打点の記録を残した。大学同期に岩本隆沼沢孝一郎、一年下に広岡達郎、小森光輝がいる。大学卒業後の1952年12月6日に毎日オリオンズへ入団。1953年3月22日の大英戦に2番右翼手で初出場を果たすと、 同31日の阪急戦で、天保岐阜から初安打、初盗塁を記録。4月25日の大英戦では、初打点を含む二打点を挙げたほか、8月5日の南海戦では、中原博史から、初本塁打を放ち、打率。315で周囲の期待に応える。同年のオールスターにも選出され、全3戦に7番、右翼手で、先発出場。 1954年からはレギュラーに定着し、規定打席にも到達。自己サイトの5本塁打を記録するが、5本中2本は近鉄から放った。この年の1本目は6月5日の投映戦で、桑名茂春から放った自身初の満塁本塁打であった。1955年には登録名を広久に改名。1956年には、 自己最多の122試合に出場するが、この年は本塁打を1本も打てなかった。1957年に登録名を本名に戻すと、8月30日の南海戦に和光富雄の代打で木村田持から2年ぶりの本塁打を記録。1958年には4本塁打をすべて近鉄戦で放ち、4本中3本は日星で放ったものである。 5月22日には山下登るから4年ぶり自身2度目で最後の満塁本塁打を放っており、2日前の同20日にも山下から放っている。1961年にチームから放出される形で対談し、31歳の若さで現役を引退。荒川の結婚式でナコードを務めたベッドを薫るは、荒川は選手として花開く男ですが、やめても、 コーチとして活躍してくれるはずです。安心してくださいと結婚式の挨拶で述べた。別当の挨拶にあるように後に指導者として大きな功績を挙げる荒川だが、現役中からチームメイトで高校の後輩であった榎本清八を指導したほか、少年時代の大貞春を見出して母校、早日への進学を進めた。1961年12月20日に、 読売ジャイアンツ一軍打撃コーチに就任し、川上哲次監督の下で指導を開始。壮大の後輩であった広岡が、懸遠の中である川上に頭を下げてくれたことで、荒川は毎日 OB でありながら就任することができたが、川上が荒川を雇った理由は、その若さで、榎本という素晴らしい打者を育て上げたという一点のみであった。就任後は、荒川道場と呼ばれる。 厳しい指導で、選手の私生活も徹底的に管理した。特に王へ、一本足打法を指導したことで知られ、王以外には、土井正造、黒江幸信、高田茂らを育成し、巨人の第三次黄金時代を支えた。後に一本足打法は、王と同じ左投げ左打である、駒田徳弘にも伝授したが、王ほどの効果はなかった。 1967年には、ある日の中日戦で、急進、園長寺光に対して、判定を不服とし、柴田沙夫と共に小突き回して、判定を変えさせたが、退場処分を受けた。試合後に、園長寺は審判員引退を表明したが、その後継は、後に、幾度となく、審判との暴力沙汰を起こす金田翔一をして、長年、野球一筋でやってこられた。 炎お寺さんが殴られるのを見て、悲しくて見ていられなかったとコメントするほどであった。1968年の阪神戦では先発のジーン・バッキーが王へ投じた危険球に橋を発する乱闘で、荒川はバッキーに殴られて4針縫う重傷を負い、殴ったバッキーも指を骨折した。バッキーは、この怪我が致命傷となって、制裁を書き、1969年をふに、 現役引退を表明している。その後、バッキーは1985年頃に来日した際に、荒川と再会し、仲良く握手していた。その後は、養子の荒川隆が、プロ入りしたのを機に、講師のけじめをつけるため1970年11月6日、優待。巨人対談後は、フジテレビジョン、洋ナイター、野球中継、文化放送、ジャイアンツナイター解説者。 1973年2月13日より日本交換のコーチに就任した。その後、同年シーズン途中の7月16日からヤクルトアトムズ一軍打撃コーチに就任。シーズン終了後の11月26日に三原治の公認として監督に昇格し、コーチ陣に広岡、小森、沼沢と総大出身の後輩を招聘して総大カルテットと称された。 1974年は前半戦こそで遅れたが、後半戦の8月に5試合連続関東勝利を含む6連勝をマークし、13年ぶりの A クラスとなる3位を確保する。1975年は日本ハムから主砲、大杉勝を獲得して、望むも4位に終わる。1976年は開幕から低迷、5連敗を喫した同年5月12日に、 成績不振の責任を取って辞任。監督辞任後は、フジテレビ、ヨーナイター、野球中継プロ野球ニュース、文化放送、ホームランナイター、日本テレビ、ヨーナイターで解説者を務め、その後はフリーの評論家としても活躍。ゴルフリゾート、ライオンゲイン名誉会長や、プロゴルファーのコーチ、野球教室、荒川道場を主催。 神宮バッティングセンターで少年に打撃指導を行うなど野球以外でも幅広く活躍した。2006年には東京 MX で中継された明治神宮外演奏研90年記念放納試合東京6大学選抜 VS ヤクルトにゲスト解説として出演し2016年1月にはプロゴルファー片山慎吾と 週刊ゴルフダイジェスト誌で対談したことがきっかけで、同志の2016年5月10.17日合併号から12月6日号まで、片山との技術対談を連載していたのが、メディアにおける最後の仕事となった。同年12月4日、外出先で昼食の蕎麦を食べた後に、胸の痛みを訴え、心不全のため、東京都内の病院で死去、去年86歳。 荒川はこの日、昼食後に植田桃子を指導し、その後は巨人軍を OB 会に出席する予定であった。晩年は渡辺勝の才能に渡辺が小学生の頃から注目し、指導を行った。実質的に荒川の最後の弟子と言える。ありがとうございます。